はい、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。というわけで iPhone13 Pro が届いたんですけど、まあこれは一旦置いといて、今回はこちらですよ。コンプリートセレクションモディフィケーションオルタリング。前回開封して中身を見て、グランド、ストーム、フレーム、真ん中の色同じだけどトリニティ、ベルトが基本状態でできる4つのフォームの変身だったり必殺技のギミックを見てきました。そんな前回に引き続いて今回はこちらね、ドラゴンズネイルをベルトに装着してバーニングフォームとシャイニングフォームのギミックを見ていきます。それではスタート。ドラゴンズネイルをつけるにはまずこのジョイント部分を下にして、これで普通にはめ込む。あ、結構カチッとすぐね。最初は上の方で止まってる感じだ。でもまだちょっとグラグラしてるんで、後ろの方に回ってここんところにジョイントを差し込んで、よいしょ。お、音が鳴ってね。この中に判別のスイッチがあるってことか。改めてドラゴンズネイルをつけると、おや、音は鳴ったけど発光はないのか。いや、でもなんか説明書の方に装着音が鳴り LED が紫色に発光しますって書いてあるけど、 LED のスイッチも入れてあるけどなんか発光しないな。大丈夫かな、なんか僕が間違えてるかな。とりあえずこれでドラゴンズネイル装着状態になりました。真ん中部分が変わっただけなんだけど随分違うね。ドラゴンズネイルだいぶかっこいいわ。ほんじゃまずはこの状態でバーニングフォームへの変身。最初はもうこれを装着した段階で、今度はこっちだね、右の赤外線が受信状態になります。まあでも特に30秒は経過してるんで、サウンドボタンを押してで、アンノーンを感知したら右の赤外線に手を添える。これでも離しても大丈夫。腕振りとベルトの出現音、そして今度はちゃんと紫に発光して待機音声。ちなみになんかここのセンサーには手を1秒以上置いといた方がいいって書いてありますね。でこれで両側のボタンを同時押し、とりあえずこれでバーニングフォームに変身できました。ちなみに一旦変身解除して、こっちでもノーマルモードでバリエーションの選択ができるんで、変身前に1回セレクト。これで変身。ちなみに同時押しをしなくても片方でもいいらしいです。これがどっちかって言ったら通常のバーニングフォームの変身音。さっきのセレクトがない方は初回変身。ちなみにセリフモードだと、花ちゃん深呼吸と変身、よいしょ。変身音声の方は変わらず。で、変身解除はサウンドと BGM を長押し。はい、これで発光が消えました。で、さらにドラゴンズネイルをちょっと一旦外しておいて、で、とりあえずフレームでいいか。グランド、ストーム、フレーム、トリニティ、どれかに変身しておいて、変身した状態でドラゴンズネイルを装着。そうすると色が変わって、特にあのセンサーの方は何も反応していないんだけど、これで両側のボタンを押すと、これでもバーニングフォームに変身できます。ちなみにデラックス版、デラックス版ではバーニングとシャイニングは同じ音らしいです。なのでとりあえず1回、こっちも左右両方発光ね。すげえ、全然違う。両方がなんかフラッシュみたいな感じでババババババって光って、で変身完了の音。デラックス版ドラゴンズネイル持ってたけどこんな感じだったかな。まあ音に関してはもう発売当初から最初から入ってたもんだからね、本編とは全然違うし、バーニングとシャイニングを分けることもできないわな。
投薬でバーニングフォームに変身できたんで、お次は変身状態での遊び。まずは2種類ある必殺技、掛け声を入れるためにセリフモードにしてあります。セリフモードなんでサウンドボタンを長押し。これがバーニングライダーパンチで、2回目がこれがバーニングボンバー。バーニングでボンバーはめっちゃ強いでしょ。でさらにセリフモードでサウンドボタンを単押しすると、4種類の掛け声が順番に流れます。でサウンドを鳴らすと、左側の赤外線がまた受信状態になってるんで、この状態で手をかざすと、シャイニングカリバーが出現した音が流れます。ほんじゃお次はシャイニングフォームへの変身。一旦バーニングフォームに変身しておいて、で赤外線を受信にしておいて、これで今度は両方のセンサーの方を通過。いいね、音がめちゃくちゃ派手。これでシャイニングフォームに変身できました。センサーの両側を通過するっていうのがいいね。で、ちなみに一旦変身解除して、バーニングになっていない状態でも赤外線を取れず受信状態にしといて、また右側のセンサーの方に触れるんだけど、今度はセンサーを追う時間を1秒以下にする。だからもうほんと通過する程度。素早く通過。でボタンを押すと、これでシャイニングフォーム直接変身音。さっきとは大違いでだいぶすぐ変身しましたね。で次はシャイニングフォームでの変身状態遊び。シャイニングでは必殺技が3種類、セリフモードなんでサウンドボタンを長押し。これがシャイニングクラッシュ。2回目がこれがシャイニングライダーキックで、最後3つ目がこれが強化シャイニングライダーキック。強化されてるだけに音がなかなか派手。翔一くんのハーっていう掛け声なんかもいいね。でさらにセリフモードの状態で単押しすると、4種類の掛け声、後半2つは効果音も入ってましたね。でさらに赤外線受信状態で、今度はこっち、そうすると腕の振りの音が鳴ってシャイニングカリバーの出現。さらに横のボタンを同時押しか片方を押すと、これまたシャイニングカリバーの出てくる音だけど、ボタン押す方はセンサーに触れていないんで腕振りの音が鳴りません。はい、というわけで今回はコンプリートセレクションモディフィケーションオルタリングの紹介の後編、ドラゴンズネイルを装着したバーニングフォームとシャイニングフォームのギミック紹介でしたが、いかがだったでしょうか。一応当時デラックス版でもこのセットは持っていたんだけど、やっぱり音の再現度とかこの造形の迫力が全然違いますね。あと変身の方もこの両サイドの赤外線を存分に使っていましたから、劇中の変身ポーズ通りに動くとちゃんと変身できるっていうね、赤外線センサーによるなりきり度もだいぶ高かったと思います。なので最後はせっかくなんでこの辺のセンサーを生かしてバーニングフォームとシャイニングフォームに変身して終わりにしましょう。じゃあまずはバーニングフォームに変身いきます。
信。とりあえずまあできたかな。オッケーオッケー。ほんじゃ次はシャイニングフォームへの直接変身。よし、行きます。変身。はい、これでだいぶ音声は短いけどシャイニングフォームになりました。本当になりました。で、バーニングからシャイニングへの変身、これも同じノリでいいのかな。ほでほ。多分これでシャイニングフォームになりました。実は何回もこれだったりこれを繰り返していましたからね。なかなかこうから戻してのこうでのなんかセンサーの感知が難しい。で、変身やってみた感じ、直接変身に関しては結構リカバリーがしやすいというか、途中まで良かったのに、あ、間違えちゃったっていう時もここ押せばね、待機音声が止まるんで、トータルでやり直しが簡単でしたね。通常の方もそうだけど、まあさすがになんかこうキレッキレにするのはだいぶ難しいけど、とりあえず形だけならやりやすいベルトかなって感じはしましたね。とりあえず変身もできたんで今回はこの辺にしておきます。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。